どうも中川家でございます。中川です、はい、相談中川、はいはい、皆さんの相談にね、乗れるかどうかわからないですけども、ということで早速相談の方来ております。20代会社員女性の方です。この春から社会人になったんですけども、どうしても敬語というか丁寧な言い回しができません。日和子のため口になってしまいます、どうすれば直すことができますか。敬語の方が簡単やろ。ねえ、丁寧な言い回しができません。でもうん、マジですかっていうのほんまあかんと思う俺、先輩に。あ、聞かれて、うん、お前何あれあれかみたいなこと言われて、あ、マジっすかって、マジっすかね、マジっすか、これ本当ですかって言わなかったのかな、あれ正式には。うん、本当ですか、あ、マジっすかって違うもんな。ねえ、マジっすかも敬語や思ってるし。でもなんか敬語使っていい人と、うん、あ、使わなあかん人と、うん、この人あんまり敬語使わん方が喋ってくれるいい人もそういう見極めもあるよね、先輩。だから水溜りボンドの健さんなんかも一切敬語使わんでよもんね。いや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 、使ってや一応。いや基本は使わなあかんよ。最初の挨拶で、ね、健さんおはようございます、うん、おはよう、うん、何してんのお前ってから入るもんね。だって水溜りポテトケンさん、ルミネで地べたで寝てるからね。そう、服この辺までまくって、うん、冷たいから気持ちいいねんて。でも誰も何も言わへんねんよ。そういう先輩にはまあ別に何してんねんってこう言えるけどね、うん、はいはい、似合うやん。ほんでこうタメ口で喋られてるケンさんが、うん、あ、まあ確かにそうか、あんまりこうね、あ、そうですかみたいな感じじゃないもんね、うん、なんか本人も困るやろね、そう怒られてもね。香港さんなんかも絶対敬語やもん。あ、もうそれは もちろん、うん、もう一番上の敬語使うから。さようですか、さようでございます、さようでございます、それ申し訳ございませんとか、私がうっかりしておりましたとおりましたとか、あ、はい、すいませんではあかんわけ、ね、おはようございます、うん、失礼します、うん、こっち入っていいんですか、うん、あ、おー、はい、入れや、はい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 、ぐらい。でももう心の中ではベーってやってるけど、こら本人見てやるかもしれんねんから、もう一番気にしやんねんから、そんな。いや、でもコンコさんは、うん、カウカウのタダ君とそういうノリやってるから。あ、そうなんや。初めて見た時びっくりしたから。おー、タダやんけ、なあお前こらって、最初見た時すっごいなって、もうただ一発殴ろうかなと思ったぐらい。ノリなんやね。そういうのも香港さんも使い分けてあるから。あ、最近では、うんうん、オズワルドの伊藤君がね、あ、いやいや、よく逃げ回ってますけど今香港さん遅刻大嫌いのね。そうなんですよ、香港さんね。あと我々も言われてますからね、香港さんの YouTube で。 何言われてんの。3回目のデマ、うん、はよ帰るなって。香港さんは見てるわ。何があんのか知らんけど、トリというものはな い, って言ってくれてあります。すいません、この間ちゃんと3回目も、うん、トリを取らせていただきました、はい、すいません、その説は申し訳ないです。その通りでございます、はい、本当に香港さんの動画上げすぎです。はい、ひっきりなしに上がってるから、もう大体見たら2時間前とかね。そうですね。どこで撮ってんのかね、香港さん。あれ、香港さんはね、自分の部屋なのかな。いや、金曜日の時はね、大阪の泊まってるホテルで。あ、ホテルで撮ってますよ、はい、あと分かれへんね、あとどこで撮るの。我々好きな芸人っていうところで上げてくれはったので、はい、ほんまにありがとうございます。嬉しいですね。あと、もう敬語とかそういう問題なしに、キム兄なんか意外と緊張感あるね。声ちっちゃいですからね。そう、声がそういう人もいてるもんね。はい、まあ、大体こう、うん、何言ってるか分からん人には、はいって言っとったら間違いないね。あ、そう、まあ、そうですね、うん、はい、なるほど。大体これで会話成立する、ね、する、うん、向こうは絶対なんかこっちに言ってるから。うんうん、うん、でもたまに間違える時ない。たまに聞いてんのに、はいって言うで、はい、あれへんがなって聞いとんねんって言われる時、そ、聞いてることが聞こえへんからさ。でもまあそれぐらい先輩に対しては、その集中力を上げて話を聞けというね、そういう昔の師匠方の教えがあるらしいですけどね。あ、
なるほど。いやだから北島三郎さんなんかわざとちっちゃい声で喋って、はい、どんだけ集中して俺の言うことを聞いてるかみたいなことなるほどあるらしいけどね。いわゆる訓練やなそれもほんまに、うん、どんだけその緊張感保てるかっていうことですね、うんうんうん、だからほんまにでも使い分ける方がええか、みんなにみんな丁寧な言葉使ってやっぱおかしい、ね、丁寧な言葉嫌いな人もおるからね。あそんなええがなみたいな、うん、あいたのはね調子乗ったらまた怒られることあるからね、うん、そのこう塩梅が一番難しいから ね、 難しいね。理学にどうですか後輩からその丁寧に来られんのとこ。俺は雑に来られた方がいい後輩から。ああ久保田なんかそうやんか、あバーン入ってきて、うん、ダーン座るよりはね、はい、座る座る。どうですね忙しいんですか最近みたいなあれやん。俺ああいう方がいいね。ああそうか気楽やな、うん、こっちもねこう丁寧に来られるとなんかこっちも気使うよね。いや丁寧であればあるほどそいつの裏側見たくなるなんかそのか、ね、なんていうか職業病というかほんまかみたいな。だから失礼いたしますって言うて楽屋のドア閉めた後、うん、開けてみるからなああそういうやつやほんまにそういうやつやとかあるからね、はい、とんでもないやつおるやん、まあうん、あらすみたいな言うやつおって、うん、こう、うんあの表歩いてるの見たらこう人殺しそうな顔してるやつおるやん。ああいう後輩怖いやん。怖い何人かおるな。おるおる何人かおるな。何人かおんね近寄んなよみたいな。あんまり名前言わん方がええな。全然ちゃうやんけお前みたいな。おるおるおるあるよね。おるおるえほんまですか言うて境筋ほんま人殺しそうな顔で歩いてるんだことある確かにそう。そんなだからあれちゃう、うん、この人も、うん、この女の人も、うん、ものすごい、うん敬語ちゃんとした敬語使わなあかん思うから余計喋られへんわ、うん、ああそっかちょっとでいいんじゃない、うん、あちょっとねもう肝心なとこだけで最初と最後デスマスで、うんうん、だいたいいけるけどな。あまあねそうなんです、うんうん、そう思いますとか言ったら、うんうんまあ、一応敬語になると思うねそうねあれ大阪弁なの言うてはりますやん言うのあれ敬語なんかないまだによく分からへんねんけど、ね、いやそれ敬語ちゃう。あ敬語なんや、うんよう言い張りますわみたいな、うんうん、便利やけどね言ってませんやん、うんうん、まあ使い分けるっていうのがまあ、うん、さんタメ口に出てますね秋元、はい、あったっけそんなそうなんみたいな俺ら気づいてないなそれせやんな確かにねせやなんとか言うもんなあったかあるかもう20ぐらい下ですけど、ね、そんな20ぐらいね嘘やんお前だ香港さんには言ったことないな嘘やんお前あとかボケでもいい嘘や嘘や嘘や言ってこうどっち使わずにやつ使うけどね嘘や嘘やそれは言い過ぎやみたいな相手に言ってんのか自分の中で言ってやってんのかって自分言ってんのかみたいなあとこうね曖昧ないやでもほんまにこう、ね、緊張する先輩ってやっぱ必要ですからね。いやでもあの、うん、低姿勢で喋ってたら別に、うん、そうね、うん、ニコニコしときゃ笑うときゃ済むぐらい。すいません僕あの今敬語じゃなかった、僕じゃないか、うん、私敬語じゃなかったですよねって一回一回確かめるからな、うんうん、なるね、はい、まあまああまり考えすぎなくてもいいのではないかと。はい気を抜くとってどういうことやな、うん、いやだからちょっと慣れてきたらみたいなことなのかな最初喋ってて緊張があんまりこう持たへんのかなこの人何言うてはりますの、うん、これ敬語やな。で関西の人をやったらそれでいけるけどまあまあ、ね、関西じゃない人もそれで一回やってみてくださいほんまに、ね、敬語かタメ口かグレーゾーンのとこ多いですから関西弁はね、まあ、そういうの真似していただいてもいいのかなと。あとちょっと待ってくださいよとかうんせやい要所要所入れといたらなんとなくいけるけどねほんまですかああちょっと待ってくださいよ、うんうんうん、僕もそう思いますとか、うん、私もそう思います。うん、だから結局デスマスを意識すれば、うん、大丈夫だと思いますね。最後にねデスとマスを意識してください。何言ってんねんほんまえマジでですか嘘ですよとかつけといたら大体大丈夫です一緒いやお前
いやあんたアホで あんたアホやなほんまにですですかな何ですかなってとりあえずつけろとデスマスをつけろということでございました。こう喋った後こうしといたら大体もうまあアホやろそんなこと。いやちゃうちゃうそれちゃうって何ねそれそんなことばっかり覚えてるやんもういやそんなばっかり覚えてでもうまくいきますよそうね、うん、頭下げんのええなそれ、うん、だってあの庄司さんの弟子のベンなんか、うん、山形ベンなんかほとんどさよずっとこう喋ってたとってんお前ちゃんとやってるかお前あ僕はえちゃんとやったらおーおーみたいな言うてはるからなるほどもうええわもう向こう行け気抜けそうになったら頭下げてくださいじゃんほんまにいいと思いますよはい、うん、ぜひ参考にしていただきたいと思います。